消えた。おい、そこの貴様、俺たちが見えているか？なぜ何も答えない？貴様に聞いているんだぞ。モニターのそっち側にいる貴様にだ。ふっ、間抜け面をしよってつまらんやつだ。貴様からだと俺たちはテレビのモニターの中にいるように見えるだろうな。だがそれは大きな間違いだ。モニターの中にいるのは貴様なのだよ。貴様が現実だと思っているその世界は、実は全て虚構。もちろん、貴様自身もな。真の現実、それはこちら側にある。自分が何を指摘されているのかすら分かっていないか。無理もない。まあいい。貴様には分かりやすく、俺たちのことについて説明してやろうではないか。まず、俺たちがいるのはどこかということだ。ここは東京、秋葉原にある未来ガジェット研究所だ。俺たちは普段、ラボと呼んでいる。世界の支配構造を作り変えるという、我が野望の拠点だな。
そうなんだ。悪いことしちゃダメなんだよ、オカリン。マイリは少し黙っていろ。駅から出たら中央通りを進み、末広町駅の交差点を蔵前橋通りへ左折。次の信号の一歩手前の路地を入ると、大檜山ビルという古臭い雑居ビルがある。その2階に、我がラボは今日構えている。目印は、ビル1階にあるブラウン管工房というマニアックなテナントだな。今時、旧式のブラウン管テレビだけを扱っているショップだ。いかに電気街である秋葉原といえども、需要があるとは思えない。寂れた店なのだ。だが、ブラウン管工房店長である天王寺というおっさんは、このビルのオーナーでもある。ゆえに、今野球ピッチで都市開発が進み、地価も高騰しているこの秋葉原であろうと、道楽丸出しの店を構えていられるというわけだ。幸いにもあの店長は人を見る目はあるようでな。この俺のカリスマ性を見抜き、ビル2階を丸々ワンフロア、ただ同然で貸してくれたのだ。ふわっは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 。だが、未来ガジェット研究所は深刻な人材不足のため、優秀な研究員を随時募集中だ。今のところ、所属研究員は…オカリン、オカリン、そこはラボメンって言わなきゃ。所属研究員じゃなくて。ラボメン、すなわちラボラトリーメンバーは、俺を含めて3人である。ラボメンナンバー001。ラボ創設者にして、狂気のマッドサイエンティストであるこの俺、宝印京馬。オカリンって呼び方の方が可愛いのに。そして、コスプレが趣味の高一点、ラボメンナンバー002、シーナ・マユリ。てってれー、マユシーです。着るんじゃなくて作るのが趣味だよ。最後に、スーパーハカー、ラボメンナンバー003、橋田イタルだ。スーパーハカーって呼ぶなよ。スーパーハッカーだろ、上皇。そんな我々3人で構成される未来ガジェット研究所の活動内容は、そのものズバリ、発明である。詳細は、我がラボのホームページを見てくれ。もちろん、闇の支配権力と戦うための未来ガジェットが最優先事項だが、その研究から派生する副産物的な発明も多い。というか、今のところはそっちばかりだ。すでに我々は8つの未来ガジェットを完成させた。だが、これはまだ序章でしかない。未来ガジェットのアイデアは、俺の中に108まであるのだ。某テニス漫画みたいにですね。わかります。人の煩悩の数といえ、このアットチャンネルのおめ。それと、俺が話しているのだから、口出しをするなと言っているだろ。そもそもオカリン、さっきからなんで独り言喋ってんの？独り言ではない。見てわからないのか。俺は今、モニターの向こうにいるこいつに話しかけているのだ。あ、今その人、にやりって笑った。おのれ貴様、何を笑っているのか。モニターの中の存在のくせに。こっちみんなって言ってやれば。通じないんじゃないかな。俺たちに話しかけられていることにすら気づいていないらしいな。自覚がないというのは実に不幸なことだ。その人にしてみたら、マユシーたちがゲームみたいに見えてるのかな。そいつには現実なのかゲームなのかっていう発想さえないんじゃね。じゃあ
ダル君の大好きな二次元の女の子たちもそうなの？それは別。あの子たちは僕の嫁だから。ダルの嫁の話はどうでもいい。でもさ、マユシの言ったことって興味深いテーマじゃん。もし仮に僕たちがゲームの中の住人だとしたら、それを見極める術はあると思う？ないな。即答かよ。故にそのような議論は不毛。世界の支配構造を打ち砕く方法について考える方がよほど有意義だ。中二病オツ。黙れスーパーハッカー。俺は中二病ではない。ほんのり今日まだ。そういう設定っしょ。やれやれ、ダルの人とのコミュニケーションの取れなさはどれだけ経っても治らないな。アニメのオフ会じゃ僕がいつも場を盛り上げてるっつーの。
でオカリン、アルパカマンは反応したん？いや、全然。消えた。消えただろ、今目の前で。マユリも見たか、見たよな。見てない。見てない。
ていない。見ていないのか。だってついさっきまでここにはたくさんの人たちが歩いていたんだぞ。歩いてたかな。それに店員まで消えている。こんなことはいくらなんでもありえない。それは仕方ないと思うよ。とにかくね、最初からこの辺には誰もいなかったよ。あ、そっか、オカリンは幻を見てたんだね。きっとこの暑さのせいだよ。トゥットゥルそもそも、あの人工衛星は一体何だ？マユリ、あの人工衛星だが。うん、びっくりしたね。びっくりしただと。何がびっくりしたのだ。ドカーンってすっごい音がしたもん。あの人工衛星は落ちてきたのか。き
な。宇宙人さん乗ってるのかな。そこの君たち、ここで何をやってるんだ。ここらは今立ち入り禁止だ。すぐに出て行きなさい。ごめんなさい。それより制服警官さん、仮にあなたを警官 A と名付けるが、一つ聞きたいことがあるんです。警官 A って、今ここで数千人の通行人が一瞬で消えたんです。あなたも見ましたよね。見ていない。いいから早く出ていけ。さっきから何をバカなことばかり言っているんだ。そうか、そういうことか。これもすべて機関の隠蔽工作ということだな。警察にすら圧力をかけられるということは、この国の中枢ももはや奴らの手の内にあるということ。なんということだ。だが俺の目はごまかせんぞ。いつか必ず奴らの所業を暴き、その支配構造に終止符を打ってやる。
頭脳労働の後のドクターペッパーは相変わらず最高にうまいな。コーラの方がよくね。オカリンは本当にドクターペッパーさんが大好きだよね。この知的飲料の良さがわからないやつは人生の5分の1を損しているぞ。うわっは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 。ダル、計画は順調に推移しているか。え、計画って何ぞ。計画は計画だ。8号機の調整以外に何があるというのか。ああ、そのこと。いきなり計画とか言うから何事かと思った。そろそろお前との付き合いも3年半ほどになる。高2の時はクラス別とほとんど喋んなかったじゃん。だから実質2年半じゃね。細かいことはどうでもいい。それほどの付き合いの長さなのだから、いい加減俺の会話についてこられるようになってくれ。それは無理。
それで8号機の不調の原因究明は進んだか？いや、まだ。
マユシがやった状況を再現して何度も実験したけど、冷凍できたりできなかったりだし、バナナを冷凍してみようとしたらさらにヘンテコなことになったし、さっぱりわかんねえ。マユリ、マユリ、ここにバナナを持て。またゲルバナ作るの？前から気になってたけどさ、マユシ、ゲルバナって略さないでくんない？だってね、ゲルバナはゲルバナだもん。入れるの？もったいないよ。ケチケチしていては機関との戦いに勝利することなどできんぞ。勝たなくてもいいよ。あのね、バナナはマユシーが買ってきてるんだからね。おかげでマユシーはちっともバナナが食べられません。次からは1本ずつ使うことも検討しておこう。